どうも皆さんこんにちは、 VTuber のチアリムちゃんルノンペアグソウーズンバサー新カード公開日なんですけれども、本日いよいよラストでございますね。早2週間近くやってまいりました。そうですよ、もうビークと題してめちゃくちゃ長いですが、今日は一応ラストでございます。ございます。しかしいろいろねカード公開してきましたので、皆さんまだ見てない方は VTuber でぜひね、あの前のカードもね見ていただければと思います。そしてこれからもね新情報バリバリ出してきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、いうことで、まあ、最後にふさわしいね、カード持ってまいりましたね。おっ、クライマックスにふさわしい、なんとあのカードがバルになっちゃった。うわ、何の生命だろう。うわ、呼び出しのもやりました。だからあいつ元からまあまあ悪いもう帰ってきすぎ、そしたらあの人気キャラが悪になっちゃったんですよ。うわ、悪になった、ね、最近悪になったキャラといえばね、アイラちゃんとかいましたけど、あ、まあまあまあ、そういうレベルですよ。話題になりましたね、我々、うん、そういうレベルのね、悪っぷり、悪いなった。何が悪になったと思う。だからデモニオンにおったってことですか。まあそう、まあ、悪っつったらね、信号無視、信号無視、そういうわけだ誰が悪いなったの、誰がどういう悪のイメージない子が、そう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 、そうなの、あの人気キャラがね、もうこれは有識事態ですわ。このカード、ジャジャン、キュウリ、ワルスター。ちょっと待って、悪、これ悪違いじゃん。悪い、いやいや、もう悪じゃん、悪いスターだよこれ。ちょっと言及を後に一回言及を後にしますけどもこれは多分、悪違いだはい、というわけで早速カードの方見ていきましょう。いくぞー、いやー、はーい、ということでじゃあ僕からもキュウリちゃんが悪になっちゃったなんて。これはこの中カードの効果をね、見ていきたいと思います。水のスター進化クリップですね。コスさん、パワー6000、キュウリ、ワルスター、はい、スノーフェアリー、マジックコマンド、レックスターズ、ということで、スターシンク、レックスターズ、または水のクリーチャー、一体の目に置くと。で、ブロッカー、ダブルブレイカー、このクリーチャーが出てきた魂道から進化していれば、カードを2枚引き、その後自分の手札を1枚捨てると。おー、めちゃめちゃスペック高いですね。スペックすごい高いですね。悪いわ、マジコス3だなんも悪くない、いいのよこれね。でも悪いと違う違う、これ違う違う、これどういうことだ。あのね、悪の悪じゃないでしょ、これ悪すらでしょ、これ。あら、シアリ君、その通りなんです。そうでしょ、これマジックコマンドだもんね、これ。あ、か悪すらでしょ、これ。そうなんですね。もうちょっと楽しませてよ、ワルコント。長いのよ、ズームやったの、なんならこれが出る前に。はい、ということで、ことでプラチナワルスラですね。なるほど、電動も、電動も経験したというのは、はい、すごいカード、プラチナワルスラの効果をまとった、はいはい、キュウリ、ワルスターでございます。かわいい、この王冠になって全然悪さないもんね。ねもう散々ワルコンってやってきちゃったんですよだいぶシャキシャキしてますね。そう、しかも効果が37で6000でさ、はいはい、でもかなりスペック高いじゃん。高いですね。で、あのやっぱワルスラってあの攻めながら3枚、ね、1枚してあれが強かったんですけども、うん、かなり近い動きをするんじゃないかと。確かに確かに、これだからそのワルスラと違くていいところはアタックしなくても引けるんですね、うん、そうそうです、出たタイミング、その通り、魂です。ああ出たら、そうそうそう、だからもともとワルスラはアタックしないと3枚入れちゃう。そう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 、だからまあ攻撃的な技的にしか入らなかったけど、まあ魂力からっていう制約はありますけれども、うん、攻撃しなくても2枚いて1枚捨てられると、うん、そういう通り。しかもブロッカー持ってるね。ブロッカーも攻めなくてもちゃんと仕事する、うん、っていう1枚です。だちょっと貯めたいデッキとかでもいいですね、これ。そうなんです、うん、しかもちゃんと種族マジックコマンド持ってる。いや持ってる。でもワルスラ強かったの1個ってそ侵略できるんですよね。できますね、まあ、デッドダムドとか、うん、はい、そういうカード侵略できるんですけど、このカードバッチリできるのか。できますね、できちゃうんですね。マジックコマンドで、なるほど。そう、しかもまあもちろん違ってスノフェアリーとかすごく持ってるんで、ひょっとしたらまた違うデッキでの活躍もね。おー、まあ、水単色なんでちょっと工夫は必要かもしれないですけども、うんうん、いろんなデッキでも活躍を見込める、うん、まあでも単純スター進化ですからね。うん、確かに。久々にさ、プラチナワルスラとか使うとさ、あ、進化ポトポトいなくなっちゃった。そうそうそう、あ、いなくなったんだよ。あーってなるんだけど、あーってなるんだけど、ちゃんとスター進化なので、あの下も残ると。これだからワルスラと近くて、出して2枚引いて1枚捨てたデッドダムド使えますもん。あ、使えますか。かワルスラはもともとアタックしてなんで、あ、そのとおり。あー、なるほど。侵略宣言できないんですよ、そのあと引いたり。そうですね、あの攻撃中に、そもそもは最初に宣言しないと使えないんでね、なんですけど、これは最初に引く分できますからね、これ。これはかなりすごい1枚ですよ、のこのこ。じゃあ、むーちゃんこれどうですか、このカード。結構そのコンボのパーツとか揃えたい人とかやったらこう引いて捨ててとか、うん、手札補充ができるんで、しかもブロッカーなんで、うんうん、時間稼ぎになります。いや、何にでもできますよ、うん、これは何にでもできる、うん、チアリ君のとこアダムスキーもいますからね。出た、チアリ対するアダムスキー。そうなんですよね、コマンドなんでちゃんとアダムスキーとかでも侵略できるチアリスキー
意味変わってきましたね。からチアリスキーになったで、さっきもあのチアリスキーも出たのにって言いましたけど、やっぱカード引いてから、はいはい、あの出た時にカード引けるんで、はいはい、まあ、それで、ね、デッキを掘ってアダムスキーの侵略を探しに行くなんてことも簡単にできちゃう、ね、できちゃいますな。いや、これはかなり強力な一枚ですよ、うん、しかもリアリティも嬉しい顧問でございます。手に入りやすい、はい、でございますな。はい、楽しみですね。このカードはかなりね、水の進化ビートの、うんうん、結構自力を底上げしてくれる、いいですね、はい、じゃないかと思いますね。魂とのね、かなり使いやすいのいっぱいいますからね。そうなんですよ、今回やっぱりあの最終弾、あのオーライマック最終弾で、はい、結構軽い魂増えてるんですよ。特にあの進化パワー持ってる魂の、あれ進化さす難保じゃないですか。そうですね、って時にやっぱ軽い進化が強いんですね、うん、軽い進化ってことはそれだけ簡単に進化パワー発動できる、うん、こういう軽量進化と進化パワーを組み合わせていくっていうのはこれから先要注目じゃないかと思いますね。はい、ということで、うん、やりきったからでの、はい、やったね、はい、ということでこちらの急にワルスターは6月25日発売、はい、オーライマックス最終弾キリブダマスタークライマックスに収録されております。はい、ぜひぜひ来てください。ということで、これで一旦、はい、そうですね、新カード公開武器やってまいりましたが、はいはい、これで終わらないんですね。おー、何でしたっけ。はい、ということで6月20日には、はい、デーチューブでこのオーライマックス最終弾の、はい、銀河最速生開封スペシャルをやりたいと思います。来ました、また他にもいろんなカードもね、たくさん公開されたり、まだあるいは公開されてないカードもね、うん、見えるかもしれませんので、はい、皆さんもぜひぜひそちらもチェックしてください。お願いします。ということでね、今日までいろいろやってきましたけど、うん、ちょっと軽く振り返りますかね、うん、そうですね、今日なんか一番印象に残ったカードとか。おお、ちょっとじゃあ、グスグス、うわ、僕はもうね、ワルスターですかね。かわいいっすよね。読みの生命リターンですね。ですね、ついにリターンしてきた。そう、そう、待望のね、戻ってくると思ってなかった方が多いかもしれないですけどね。あ、こいつ戻ってくるんだって思いましたよ。ね、ダローガも逆に優しいなっていうね。あ、まあまあそうね。ダローガの優しさも垣間見えるという。本当か。はい、うわーって言ってましたけどね。はい。見たんですか。私はあのシールドトリガーになりうるスター進化クリーチャー、はいはい、波乗り通りですね、はいはいはい、が気になります。あとそのサイクルの他の分野もね、結構強力なやつ多いと思う、はいはい、注目してもらえればと思います、はい、じゃあ僕エメラルのビジョンですね。あら、やっぱちょっといろいろまあシールドに仕込むってなると、うん、ね、使いたいシールドトリガーとか、ね、スーパーシールドトリガー、確かにね、チュレンテンゴでストライクバックでつけたりもできるしな、できますけど、ちょっとあのね、やっぱここだけなのよ、あれでも盛り上が、あ、違うの、みんな同じ話題で盛り上がってる、同じ意味ではないの、ね、違ったんだ、あれ、目線がベトマンさんどうですか。僕、まあいろいろあるんですけど、はいはい、あの若き大長のアプル、あ、そう、ね、かなと思ってる、アプー、アプー強い敵っていろいろあるんですけども、やっぱ対策しにくいから強いっていうこと結構あるんですよ、はいはいはい、ありますね。例えばそのプライマルジャイアントが登場して結構強いデッキですの、あれ変わったじゃないですか、ガラッとかあります。同じようなことがこのアプルでも起こるんじゃないかと、うん、今までやっぱその結構墓地対価とかって、うん、対策されにくいから強いです、ね、止まりにくいから強いみたいなね、止まらないみたいな、ね、そうそうそう、あったんですけども、まあ、そこ止めるカードが出たっていうのはかなりね、デッキ選びにもあのインパクト与えるんじゃないかなと思いますね、はい、確かに、まあ、この後の環境はすごく楽しみですね。はい、はい、という感じで、はい、はい、何のこっちゃという方は今すぐ VTube を全部見てください。見てください。待って、 YouTube を攻めるんだよ。あのバンチ行くだけで、すごいところから見なきゃいけない。新カード公開ウィークをね、ぜひ見てください。よろしくお願いいたします。そしてね、このキュウリーワルスターね、こんな使い方したいよみたいなございましたら、コメントの方どしどしお待ちしております。ここが悪いよみたいなところもぜひ、ぜひこんな悪いところ見たみたいな、そう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 、え、通報ぜひお願いします。はい、ということで、この動画面白いと思った方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画はここまで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、ジェルマスター。